いただきまして本当にありがとうございます。大田区立専属区民センターで3月13日、大田区スポーツ推進課と区民センターの主催でボッチャ大会が開かれました。パラリンピックの正式種目ボッチャ、老若男女障害のあるなしに関わらず楽しめるスポーツとして大田区では普及を目指し取り組みを行っています。この日は大田区在住在勤の人を対象に開かれ、小学生から高齢者までが集まりました。今回は初心者向けの大会のため、競技の前にルール説明が行われました。指導を行ったのは大田区スポーツ推進委員協議会のメンバーです。やはり怪我がなく、やはり誰でもできるということで、障害者の方も高齢者の方も小さなお子様も一緒に楽しめる会が開催して楽しんでいただければ幸いだと思います。ルール説明の後は3人1チームで競技が行われました。専属区民センターでは、今年は新型コロナの影響で中止せざるを得なかった桜フェスティバルを忘れないでほしいということ、早くコロナが収束してほしいという思いを込めてこの大会を開いたということです。若い人も若くない人も車椅子の人もみんなができて、いいと思う。スポーツがこれだったらね、力もいらないし、自分の体の運動でできるみたいだから、できそうみたい。はい。